吉田さん、動画48本お疲れ様でございます。まあ休憩がてらにね、動画でも撮っといてくださいということで、動画の発信って結構大変だっていう方いますけども、単なる会話ですからね。普段も単なる会話って多分多くの方はされてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば会社に行っておはようございますから始まって、上司や同僚部下とのコミュニケーション、それを全部動画にしてアップロードしてるだけですから、体力的には多分労力的には一緒なんでしょうね、きっとね。でも動画となるとなぜかちょっと感情変わるんですよね。私のところにもね、動画がうまく撮れませんって方がいるんですけども、いや普段の会話を録画ですよと。じゃあカメラがね、知らないところで回ってて、それ動画で撮られました、疲れますかって話ですよね。はい、まあどちらにしても吉田さんがたくさん動画の編集をする中で、まあ1000万とか2000万というお金がね、生まれてくるんだと思います。そう考えると、じゃあどういうことをして稼ぐのかっていうことはね、おのずと見えてくるような気がしますけども、今回は私に対するクエスチョンということで答えさせてもらいますけども、今の私にそれ聞くかって話なんですよ。私の場合はほっとけばお金が入ってくるんですよ、今金利や利回りで。いや、ほっとけばです、ほんと3年間で、そうですね、3年間何もしなくて、何もしなくてですよ、これプラスクローンチのメルマガの登録フォームでも何でもないんですけども、何もしなくての段階に入ってますからね。いや、この1年もそうでしたし、昨年もそうでしたし、その前もそうですよ。一応 FX やってますけども、これやらなくてもいいですからね。単なる知的好奇心と、あと教材作りのためにやってるところありますけども、でも基本的に私の場合は、まあ増えたお金をこっちに移して、増えたお金をこっちに移してっていう、増えた部分の移す作業はたまにしますけども、お金そのものを稼ぐ作業ってのもずいぶん前にしてしまったんで終わってますね。まあ例えるっていうとね、こういう形なんですよ。まあ動画が長くなるばっかりで申し訳ないんですけども、私はね、池を掘ったんですよ。ザク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 池を掘ったんですよ。そうするとそこに雨水とか、それから湧き水が溜まるんですよね。で、溜まってきて、あとはちょろ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 その池から溢れてる水があるんですよ。その水を飲んでるんですよね。で、大抵多くの方はその池を掘るっていう作業が大変そうだからやらないんですよね。私はそれを何年かかけて掘ってたんですよ。で、それが完成した時に、よし、終わった、もう生涯もう何もやんなくていいぞと。でもその池が氾濫したり、毒が投げ込まれたり、湧き水が枯れたりとかっていうことがあるかもしれないんで、リスクヘッジはしないといけないですけども、基本的にビジネスという池を掘るっていう作業を終わったんですよね。まあ2つ目3つ目を掘りに行けばいいんですけども、まあそんな形で私の場合はその池に並々と溢れた水がこぼれてるのを、まあコップで拾いに行ってる状況なんで、まあ大金は使えませんけどもね、大金は使えませんけども、でもお金を使うために何か作業するってことはなくて、ただ待っているだけっていう、そんな回答でございます。もう一回まとめますけども、3年でお金を稼ぐとしたらどんな方法があると思いますか？3年間過ぎるのを待つだけ。以上でございます。いってらっしゃい。